ングまで走っています。マークを収めて自分で持ち上がっていく。フシマンのクロス、綿引き、こぼれた、松澤。松沢に収めて藤沼へ来た。藤沼かわした、藤沼だ。さあ中にクロスを送りますが、ここは対応して最後は吉武のシュートが決まりました。さあうまくボールを奪って安藤です。そして笹生、笹生のボールファーサイド、藤沼のヘディングシュートが決まりました。さあ藤沼が抜けるか、藤沼が抜けて中に送って右足合わせた。ここまでは選手交代がありません。一方4人選手をここまでは変えている。さあダイレクト、巻山来る、松沢、松沢シュートに持ち込んだ、同点ゴール。縦に出してオフサイドありません。9番のさあ藤沼のシュート。そして吉武から左サイドの若林です。若林スペースがあります。ドリブルで仕掛けます。そして左足で中に送って吉武のシュート決まりました。このタイミングでつけます。さあ1対1です。カットインから右足クロス、ファーセル、クリバラ、シュートレンジですが、ここで笹生預けてクリバラ、外に広げてクロス、中ヘッド、若林、ボックスに入った、マイナス、右足フルがブロックに合う。あとこれが和田木の足元、右足のシュート決まった。並び使わずクロスを入れる、栗原その向こう折り返して押し込めるか、シュート跳ね返した。あ、収めた、栗原直接狙っていって決まった。あ、決まりました。さあ左からのコーナー1本目、巻いてくる、ルーズボール、シュート押し込んで入ったか、入った、頭でスラッシュ、さあ抜け出していく、どうだ、シュートにいった、こぼれている、シュートに1点返した。こぼれている西山、拾った西山、右足、吉武溜めてからパス、残してマイナス、藤沼だ。さあ前線へ安藤が行く、残す、こぼれている、シュート。ここは一度ボールを下げました。そして右サイドからのクロス、安藤セカンドボール、岩上の左足のシュート、セカンドボール詰めていきました。今度は真ん中巻いた。さあ抜けてきた、デュークの独走、デューク打った、山下から足元、山下がクロス入れていく、セルマー、真ん中叩いた。笹生前にシンプルに蹴って安藤を走らせます。スピードで仕掛けられる安藤、ボールを奪った、切り返した安藤、パスにした、セルマースレイのパスずれて安藤が前に出ていきます。左から橋本も来ている、安藤自分で運ぶ、シュート、打ち抜いた。もう一度右から中に入ってきた、加藤、マイナスのパス、橋本、決めました、2点目。今はファーサイド後方、ニアに入ってきた、中央です、外入れてきた。後ろに下がったボールは迷わず前に行きます。福島のプレス、そこをかいくぐって深いところ残してきた。国広から右のスペースにボールが出ます。そこに牧山、中に2枚、デューク、カロス、スルーして安藤のシュートですが、
うまくつないだ相模原、安藤からデューク・カルロス、カウンターになります。デューク運んで安藤へ、安藤が右足振っていきました。伸ばしてきた加藤、折り返せればというところでした。もう一度作り直します。綿引がサポートに行きます。その綿引、ここでワンタッチで前に押してくる、押し込んだ、同点。千馬が収める、速いボールだ、加藤が回り込む、さらにつなぐ、狙っていった、手を挙げて呼んでいます。そこにボールをつけました。一つ内側、巻き上がっていきますが、そこはダミーにしてカットイン。増田縦パス呼んでいました。つながる、巻山抜けてくる、安藤のシュート。もう一度最終ラインで回しながら右のサイド、渡引ヘッドで中に、増田、セルマも絡んで増田が出る、左足当たった、もう一度前に出る、シュート決まった。決めました。藤沼、中央には安藤、後ろからいいシュートが決まりました。3点目。奪った、さあ増田だ、帰って左足弾いている、こぼれ球決まった。勢いを持って2点目を取りに行く相模原。シルマー逆サイドに流れてきて、安藤翼のクロス、シュート決まった。中央です、ヘディング、こぼれている、外に振っていく、さあエリア内合わせていく、こぼれているところ、もう1点いったのか。前線奪って、さあ勢いを持って、先ほど得点を挙げた前田、そして綿引、2人が絡んでいきます。前田平、こぼれたところ、藤沼拓夢、決まった。左足蹴ってきた、ファーサイド決めた。